まあ、やっぱ前の試合に引き続いてですけど、こう前の選手がしっかり仕掛けていくことは大事だと思いますし、そういうような仕掛けできていけたらなと思ってます。まあ、やっぱアタッキングサードのところで仕事するのが僕の仕事だと思ってますし、まあ、何回も言ってますけど本当にそのためにここに来ていると思っているので、本当に最後の試合証明できるように頑張っていきます。いや、むしろそこしか想像してないですし、試合内容のイメージももちろんしてますけど、僕の中で8割9割は本当に優勝しているトロフィーを抱えているイメージでしかないですね。